安定垣サトルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。絆会金沢市駅若頭の潜伏先のアパートを提供し逃走していた万王会立花宗忠会長逮捕されましたよね。早かったな。2月1日に金沢市駅頭がパクられたから2ヶ月半か、犯人蔵匿罪と重いですか？いやそうでもない、3年ぐらいちゃうかな。30万円以下の罰金で済む場合もあるしな。やはり金沢市駅若頭の潜伏先関係者の密告だったんですかね？さあそこらは分からんけど、誰かが言うとんのは間違いないやろな。さやねんけど付近の住民を避難させて、閃光弾7発も撃ち込まへん。そうですよね。匠勝は若頭事件の見届け役として一番最後に逮捕された財津春俊さん、こちらも関係者の密告だったと思われますか？関係者やったんやが、加藤新ちゃんが頼んどったみたいやな。住吉会の関係やったん違うかな。そうだったんですか。長いこと加藤新ちゃんも逃走資金送ったりなんやかんやして苦労しとうわな。前も言うたけど、財津春俊が加藤新ちゃんが死んだ後に大阪拘置所で寝る前に加藤新ちゃんの方を向けてずっと手合わしよったりでな。そうです。話少しそれましたが、仙台の万王会といえば以前も触れましたが、織田義徳会長の若い時からの側近大島武史会長が作られた欧州連合会の流れですよね。そうやな、織田義徳会長が初代を務めた報道連合会、2代目は金沢茂樹頭やな。で3代目がこの大島武史会長で、神戸山口組を割って出て絆連合に名前変えたな。それと同時に欧州連合会を立ち上げられたんでしたよね。そうやな、すぐに欧州会言うて名前変えたけど、でこの欧州会の会長を代行しとったんが旧三亀組、今の芦川会、ここに引退させられた2代目平山組芥川高光組長で、理事長しとったんが立花宗忠会長、当時は宗忠言うて名乗っとったけどな。欧州会初代大島武史会長、そして共に若い頃から一緒だった木島和志、2代目小田工業組長、最近全く名前聞きませんが何かの形で協力されてるんですかね？裏では何かと協力したやろと思うで、ここ最近池田組から始まって絆会の引退者たちの情報がいろいろ出回っているようですけれども、これってガセなんですかね？そりゃ15社が引退でそのガセ情報にはなっとったけど、私が聞いたのは万世連合前川勝正会長だけが4月17日に脱退届出しとうわな、他は裏は取れてない。この前川勝正会長どんな方か聞かれてますか？地元札幌では評判がいいと言ったな。で山県組が伝説の時はそれは勢いもあった思うよ。だけどその頃から行動会の福島連合一番力あったやろな。ああそうでしょうね。この前川勝正会長、私の知り合いに言わしたらまだおったんかいないって言うとったけどな。そうなんですか、うん、今回のこのガセ情報の意図って何なんですかね？そりゃ池田組の組織図をまあ真似たんやろな。そやからそれに便乗して絆会を揺さぶらんな思って偽情報を出した思うよ。まあ便乗商法みたいなもんやな。でもこの織田義典会長はやはり金沢茂樹頭がパクライト分頑張るやろ思うけどな。織田義典会長ってずっと籠城されたままなんですよね。そりゃ外で出ようがないやろ。まあたまにはこの出ようかもわからんけど、警察が張り付いとうからな、経済的にもなかなか厳しいとの噂も聞きますけど、金沢茂樹若頭の逃亡に関して面倒見られてたんですかね？面倒見よったやったな。あ、そうなんですか。うん、だから面倒見よったから万王会立花宗忠会長がこの言うたら住まいも世話しとったんやろな、けど面倒見きれんようになったらどっかからチンコロ入るな。そうですよね。まあ言うたら古くは
竹中正久親分を暗殺した石川康夫五道連合会会長なんかがそうやわな。ああそうですね。池田組、絆会ともに若頭が逮捕されて一気に崩れてるように伺えないですか？そら、頭がいた一家の柱やからな。頭が崩れたら次すぐ補充していかな、なかなか組織の立て直しは難しいわな。会長が客観的に見られて、小田義則会長の誤算ってどの時点だったと思われますか？神戸山口組を割って出た時点で誤算やったやろな。私やったらあの場面で割って出ることはせえへんわな。割って出るんやったら六代目山口組に変えとくべきよ。そやけど真鍋組の池田浩二組長が頭でひっついとったからな。そうですね。そやからそこらしょうもないもんを掴んだら欲にババ掴みみたいな感じになって、悪いこじ引いたようになるわな。2016年に六代目清水一家高木康夫総長と和解の話があったと言われてますよね。そうやな。あの時小田義則会長もある程度妥協されるべきだったんですかね？小田義則会長の性格やったら妥協できなんだやろな。妥協できるような性格やったら神戸山口組を割って出てない。だけどそれが政治力やけどな、どっか国家で言うたらな。そうですね。小田義則会長って絆会解散するようなこと言われてましたよね。解散して焼肉屋するよったけどな。そやけど途中でまた気持ちが変わって竹内組の宮下聡組長をこの言うた絆会に残るように説得に金沢茂樹頭が行って、ああいう事件が起きとうわな。小田義則会長も一旦解散する言うたらやはり言葉の重さいうのを考えなあかんわな。そうですよね。そうすればあんな悲惨な事件もなかったわけですよね。そらそれ考えたら金沢茂樹頭も宮下聡組長も気の毒やわな。ヤクザの宿命や言うとったらそれまでやけどな。解散するのを反対されたのは池田隆組長だったとか。反対したんか賛成したんか知らんけど、まあ金の援助をする言うてで解散を思いとどまったみたいやな。それも一つの大きな節目でしたね。そうやな。では本日はこれぐらいでありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.